瀬アぶり山公園岩、杉山遊歩道から見た、稲わしろ湖瀬アぶり山層路島藍津若松市港町、静方地区瀬アぶり山公園関白平の山筒子と、花にが名セアぶり山は、福島県藍津若松市にある標高863メートルの山である。瀬アぶり山は、藍津若松市街地東部にあり、稲わしろ湖の西部に位置する。山地は、 デーサイト室用血業海岸からなり、約170万年前の噴出による火災流大地である。この火災流大石物は、セアブリ山層と呼ばれ、合津若松市街地側から合津布引山まで広く分布している。このデーサイト室用血業海岸は、合津地方では、経済石として利用され、若松城の石垣にも使用されている。あと、 大麻がたくさん生えていることでも知られている。都市公園セアブリ山公園が設置されており、広くわいず東山自然休養林に指定されている。テレビ局や国県関係機関の中継局の電波塔が多く設置されている。山頂まで福島県道374号東山温泉線が整備されており気軽に訪れることができる。県道は 当期間閉鎖され通行止めになる。かつて、麓の東山温泉から山頂まで背破り、山空中ケーブルが運行されていたが、1985年に廃止された。近世初期に滝沢峠が開設されるまでは、背破り山の瀬社峠が若松から白川に至る、白川街道筋であった。欧州仕置きのためとよと秀吉が合図に来たとき、この峠を、 稲わしろ湖側から登り、峠の、関白、平らで休憩したとされる。瀬あぶ破山の由来は、昔、稲わしろ湖側の人々が、朝、若松への行商や山仕事のためこの山を登るとき、背に朝日を浴び、夕方の帰路にも背に夕日を浴びるため、背中、車あぶ破山となったと言われる。ありがとうございます。